渋谷東急プラザ内の渋谷ロゴスキーの入り口渋谷東急プラザ内の渋谷ロゴスキーの店内渋谷東急プラザ内の渋谷ロゴスキーのショーケースロゴスキーは東京のロシア料理専門店であるかつては本店を渋谷に構えて渋谷ロゴスキーと称した現在は東京都中央区銀座後の7の10イグジットメルサ7階で営業している日本で初めて ロシア料理を専門に提供する店として1951年に創業したロゴスキーはロシア人のせいである2015年に渋谷東急プラザの閉館により3月22日に本店3月1日に世田谷区深沢にあった深沢カフェ店がそれぞれ閉店した2015年9月18日に銀座5丁目 エックスティメールザの7階レストラン街で新規開店したビーフストロガノフなどを通信販売している2017年6月から店名をロシア料理レストランロゴスキーロシアンレストランロージアウフスキー都市渋谷の文字を外した渋谷を観さないロゴスキーは創業当時の原点の名前である東京都世田谷区深沢5丁目後の17ありがとうございます